ずざーん。そんなかっこいいアクションするなよお前。あれ、なんで当たんないの。何してるの。締め出された。かわいそうに。グレで開くかな。ダメか。3階へ。さあ急に出てくるか、それとも一礼してから出てくるか。お、もうトイレが。こうし、どんな構造のトイレよ。いやもう奥から3番目とかそういう次元じゃないでしょう。パーキングエリアか。ガチャ。よくたどり着いた。いやだから普通に出てくんなよ。除霊師1匹しかよこさないとは舐められたものね。悪霊とはいえ子供相手にライフルは残酷だからショットガンで失礼しますね。いつの間に持ち帰ったの。威勢がいいのは若くていいけどさ、あたし結構多いよ。多いねー。ならショットガンがとても役立つんじゃないか。結構多いね。一人ずつ相手していい。いいんだ。聞き分けはいいの。閉じ込められた。すべて倒せ。どっから来る。近い近い。ショットガン同士でやり合うか。これを打っていけばもう先にしてやれそうな気もするけど、ちょっと複数来てるよ。一人ずつって言ったのに。出る関係の位置に来ちゃうとどんどん出ちゃうから、少しずつ歩みを進めるのがいいわけだね。てかね、これ視点がねすっごい切り替わってね見づらいんですよ。綺麗な死に顔じゃないか。でいっぱい出てくるから、こういう感じですよね。3匹ともやれたか。これ全ドアから出てくるんだろうから、ん？なんか引っかかってる。落ちてるショットガンは一緒か。じゃあ特に入れ替える必要もないか。どっちからだよ。ここか。一人ずつ対処していけば問題はないが。あれ？いない。どこ？え？ちょっと時間差で後ろから来るのはやらしいよ。いや、前からも来てるけどさ。大体先手を取られてしまうな。逆にグレが出現したら、おびき寄せれば、こういう視点変換があるから困る。どこか安らかな死に顔だ。トイレだけど硝煙の匂いが立ち込めてきた。いやこれ芳香剤の匂いだ。あ、壁尻みたいな状態になってる。あー漏らしちゃって。そんなに。トイレでよかったね。ナイスファイヤー。なかなかしんどかったぜ。武器なんか捨ててかかってきなさい、ベネットか。なんか言ってまーす。さすがに罠だろ。成仏しない程度に撃て。あ、来たー。こいつマジ？
なんなんすかね、意外と子供好きなんすかね。こと逃走に関してはとても純粋だったというわけ。メタルギアソリッド、あ、弱ソリッド4だって最後ちゃんと拳同士だからね。ほんとがっかりだよ。ただ赤いだけならエビでもできる。少年漫画じゃあるまいし、部下束ねる能力とフィジカルは別よ。まずお前、本家の元締めじゃないよね。さっき雑賀神社の巫女から雑に打たれたけど、あいつらの差し金か、それとも神社乗っ取った親玉がいいのか。白石、花子の現在位置を確認したい。3階トイレ中央、自分の目の前にいます。小日向でしょう、相手。顔見知りかい。お前は質問される側な。聞こえてんでしょ、小日向。散々こき使っといてこれね。悪霊やってて長いけど、悪魔は初めて見たわ。まさか黒幕は。ぐちゃ。往生際悪いぞ、ガキ。その手には乗らん。小日向君、そろそろ時間だ。おや？部下思いには感心するが、花子の位置確認までの約束だ。なんだこのおっさん。もっと上官来ちゃったか？ AGM オンライン、オーダー待機中。あ、爆撃準備か。白石。はい。わーり。あ、位置を特定するための GPS として使われた。命中、目標建造物崩落開始。もう一発撃ち込め。レーダーロック。あ、おお。スティンガーみたいのを撃ち込んだ。霊夢局がこれは黒幕か。神武局はその闇を暴こうと。ドローンシグナルロスト。誰だよ、神社にスティンガー撃ったの。現地との無線中継を失いました。死体見るまで安心できないけど、まあ死んだか。さすがに生きてるよ。逃げるんだよ。バリーン、かっこいい。生きてるか。こいつらな、やっぱし生きてた。本当にやるんですか、白石先輩ですよ。ここでやり損ねると、この人は必ず俺たちを皆殺しにする。ここで厄介払いしようとしたのか。最強クラスの悪霊になるぞ、白石さん。元があれだから。撃ったやつたたられそうだな。じゃんけんで決めるか。これはなんだ、神武局の巫女が助けてくれたか。ズリズリ。脱出したはいいけど、気を失って倒れてたところ、息の根をとどめを刺されそうになったけど、なんとか助かったのかな。ここは知らない、天井だ。ああ、やっぱり巫女さんたち。うーわ、ほんまに生きとった。殺しても死なないだろこいつ。雑賀神社へようこそ、白石さん。初任巫女の雑川彩音と申します。どれくらい眠ってた。あなたが眠っていたのは、落ち着いて来てください。あなたが眠っていたのは9分間です。短っ。全身に瓦礫浴びながら3階から飛び降りて、脳震盪と軽い打撲で済んどるね。化け物かよ。まあうちらが気にかったら今頃死体袋やけどな。似合ってしてる。
殺しに来たり助けに来たり忙しいな。ほんと何なんだお前ら。何聞き出したいか知らんが、びっくりするほど何も知らんぞ。あまりの知らなさに職場からミサイル撃たれたんだからな。そもそもなぜ一人で雑賀村へ？ふるさと納税の返礼品が届かないのでクレーム入れようと思ったら、雑賀村の存在が消えてたので気になって調べに来た。そんだけ。言ってたね、そういえば。小日向課長に報告しなかった理由は？まあ、プライベートで来てるからな、年まで。返礼品の中身が、その、なんかあの、だいぶ、あれだから、バレたら絶対怒られると思って。十具とかかい？いや、なんで小日向の名前知ってんの？元から結構因縁ある関係か。だいぶ遡って説明しますね。ここ雑賀神社は古来より幽仙結界と呼ばれる結界術を守ってきました。雑賀村全体を一時的に現世と霊界の中間領域に閉じ込め、だから存在がなくなってたのかな。物理的な介入を一切断つ結界です。お、ピコマロみたいのがいるぞ。この結界を用いて雑賀村は歴史上ありとあらゆる戦火を逃れてきました。西西の南東、小東、戦後後期の大和争奪戦、モロチン米軍の大空襲からも。大パーツすぎる。清盛か、あれは。そうです、便利すぎるんです。こんなものがあると公に知られてはいけない。結界術がよからぬものに見つからないよう雑賀神社で代々管理し続けてきたのが我々雑賀家であり、父が当代の神主でした。でもまあそのうちバレるよね。 SNS の拡散力とかでな。我々一応事務局に属してはいるんで、そっちのお偉いさんは把握していたらしいのですが、なんせあんな代物なので隠す方で協力してくれました。口噛み酒だ。でも霊夢賞は違ったと。何笑とんねんこいつら。ええ。あー来た。2ヶ月ほど前から近畿霊夢局の小日向課長がたびたびやってきました。その結界術を求めてか。いわく霊夢賞は雑賀の結界術が国益に資すると考えていると。北のミサイル攻撃や大規模災害の発生時に活用すれば何千、いや何百万もの国民を救えると。そううまくいくかね。事務長は神社を守るために動く、霊夢賞は国益のために動く。そもそも神社や寺がやっていた除霊を行政の一環に取り込み、宗教組織の影響力を削ぐ目的で作られたのが霊夢賞ですからね。かなりパワーバランスが崩れそうだな。仮に結界の軍事転用に成功したところで、すぐに対結界研究が世界中で始まる。他の兵器開発と同じいたちごっこになるだけだ。その過程で全ての発端である雑賀村は必ず何らかの被害を受ける。それだけは防ぎたかったんです。でも何回も何回も来られて、毎回3時間近く説得されて、菓子折りの芋ようかんがうまくて、一度だけ5分間のみ結界を張る実験が決まりました。いや決まんなよ、なんで飲んじゃったの。やっぱり差し入れが美味しかったのかもしれない。父が推しに弱かったのもありますが、補助金やら助成金やらどか盛りされまして、決定打はお賽銭でしたね、スーツケースの。
賄賂って言います。覚えてね。チチー。目ん玉飛び出てるじゃん。目が円のマークになっちゃう。ともかくそんなこんなで、3日前に、有線の儀をやったんですが。ああ、小日向さんどうも。そちらの方々は、警備部の者たちです。万が一、今日の情報が漏れていたら、どんな連中がを狙ってくるかわかりませんから。一番狙って悪用しようとしてるのはお前らなのに。確かに。早速始めましょう。主任、霊務局の警備。ね。侵入者中より、うちらを見張ってますね。神社全体やなくて、拝殿だけがっちり固めとるし、警備出勤で全員サプレッサーってのも。よーく見といて、七瀬と栗原にも紹介させてるから。もう一度手順の確認ですが、台座に霊石表を載せ、結界を張りたい時間を札に書き、台座にペタッと貼る。これだけで発動するんですね。そうです。もうこの場で奪われて疲れちゃうのかな。これは才川家の血筋のみが扱えるものではない。誰でも行けちゃうの？いえ、全然。台座、霊石橋、お札さえあれば誰でもどこでも。まずいまずい。原理は謎です。やり方だけ代々伝わってます。先代は儀式っぽさを出すために舞とかやってましたが、待ってる間に爆弾降ってきたら元も子もないんで、そういうのはやめときました。ごもっともです。ところで、昼の実施にこだわったのはなぜです？境内の記録には夜中に展開したケースしか残っていません。どの時間帯でも戦闘が可能なように、昼間でも通用するのか確かめたいんです。魔力の高まる牛蜜アワー限定だったらね。使い勝手が悪いから、弾道ミサイルや南海トラフは夜まで待ってはくれません。ほんでよ、好きでおかっぱやっとんちゃうわボケー。やて、思いっきり椅子投げたらよ、全然関係ない子に当たってもて。七瀬、だから、プリセット A でいいんだって。余計なとこ触んなよ、高卒。てんめ、さっき手動でやれっつったのが、もうエフラン分卒さんよ。何通信しとんねん。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。怪しすぎる。これは、何してはるんですか？あ、ああ、七瀬、栗原。